皆さんこんにちは。お部屋探しのハートサポートの岩木です。今回ご紹介するのはジニア新宿中落合、下落合駅また中井駅から歩いてこれます。新宿、西武新宿線ですね。はい、立派な建物、外観がかっこよいですね。はい、かっこいいマンションですね。オートロック、郵便受け、宅配ボックス、このようになっています。ではオートロックを解錠しましょう。おや、104号室がモデルルームになっていますね。早速こちら見に行きましょう。こちらはですね、AD が1ヶ月との号室にもついています。フリーレントがお部屋によって、号室によってついていたりついてなかったりしますので、この104号室は仲介手数料0円、そしてフリーレント1ヶ月付きでご紹介可能なわけですね。では見ていきましょう。わっ、あーすごい。ちょっと中入っていきましょう。靴を脱ぎ、スリッパに履き替えます。右手には水回り、後でじっくり見ましょうね。 1LDK タイプ、広い。あ、キッチン、まずどこから見ますかね。まずキッチンから見ましょうか。あ、これ分かりますかね。すごくここのスペース奥行きがあるので、ここ冷蔵庫かな。どっちでも良さそうですね。こっち冷蔵庫でも、こちら冷蔵庫でも良さそうです。レイアウトは、ここに住む方のセンスにお任せいたします。右開き、左開きで選んでいくかもしれないですね。二口ガスコンロのキッチン。収納は、あ、広い。あ、大丈夫ですね。たくさん入ります。包丁置きはここです。はい。うん、調理スペースも十分にありますね。切って、こうやって、ね、はい、ほうほうほう。そんなに溜めておけないので、毎回きれいに洗いましょう。はい、ソファー、テーブル、ダイニングテーブルですね。丸いダイニングテーブル。はい。あ、大きい。これは大きい。広いです。こんな感じですね。ソファーのテーブル、あちらに SSID とパスワードがあるので無料 Wi-Fi がついてますね。緑があるだけで本当に部屋の中が明るい印象になります。そして全体的に白を基調としているので素敵ですよね。ベッド、これはダブルですね。ダブルベッドですね。はい、3軒目の撮影になります。お、ここに窓あるの嬉しいな。朝起きた時こうやって窓をこう見て、あ、今日は晴れてるぞ、今日は雨だぞっていうことで分かります。あ、あ、お、広い。あ、すいません、広いですね。これ奥行きかなりあるの、かなりあります。これ伸ばし、私今ここから手伸ばしてますけど全然届かないですね。本当に奥行きあります。ここもすごい広いですね。こんな感じです。なんとなくわかりますか。はい、では水回り見ていきましょう。いや、キッチンがとにかく本当広いですね。2人で料理してても何にも狭いっていう風にならなそうです。トイレ、トイレは温水洗浄便座になっていますね。あ、ここにも収納。あ、じゃあ先に収納。ここにも収納です。靴箱ですね。はい、そうです。はい、あ、失礼しました。独立洗面台は
のように書いてあります。はい、大きいですね。暖房乾燥涼風換気、洗濯機置き場ここです。広いですね。ドラム式も入ります。あ、収納がすごい。タオルここに置いて置けますね。あ、こっちは洗濯機系のものでしょうか。水回りがちょっと充実がすごいですね。はい、お風呂です。あ、なんかスタイリッシュ。シャワーヘッド見てみましょう。感じです。ストップするやつはないですね。あ、いいタイプ。はい。あ、失礼いたしました。はい、ジニア新宿中落合。とてもいいお部屋です。モデルルームになっていたのは非常に皆さん。レアです。良かったです。これでなんかどういう風に物を配置しようかという参考になったのではないでしょうか。今回ご紹介しましたのはジニア新宿中落合のお部屋のご紹介でした。はい、物干し竿ここに置きますね。はい、とてもいいお部屋でした。次回のルームツアー映像もですね、皆様お楽しみにお待ちくださいませ。私たちが目指すものは不動産業界を塗り替えることだ。お部屋探しのアートサポート。